イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において、戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというね。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回は侵略戦争の長期化による弊害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよね。ロシア空軍は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に、多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による、空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、週35から発射される KH-35 などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射される KH-22、KH-32、KH-101、クフ55、クフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたと見られる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって、撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないと見られているよ。KH-22 や KH-32 は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされていますが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうね。KH-22 は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型の KH-32 はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような、弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているぜ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と、異なる対地攻撃に使い出したということは、
対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているらしい。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から1000発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために全弾をウクライナに撃ち込むことはできず、生産量との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いな。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているよ。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないんだ。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているよ。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうからね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているわけだな。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというぜ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだね。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定なんだって。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているみたい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29スホイ24スホイ25スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は5ヶ月目に入ったんだけど、ウクライナ軍の進撃速度は遅々として当初の計画ほどの進展が見られていないとされ、西側諸国のメディアなどの間では一部にウクライナ軍の反転攻勢は失敗したとの声まで上がっているね。しかし、
それでも南部ザポリージャ州では鉄道交通の要衝とされるトクマクを守るロシア軍が、幾重にも重なる塹壕や U の葉と呼ばれる対戦車防御用障害物などによって構築された30の防衛ラインのうち、第1防衛ラインを突破してロボケネを突破して第2防衛ラインに到達したとの情報もあって、わずかながらでも前進していることが確認されているらしいな。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャにおいて、ロシア軍補給線の遮断を画策している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このザポリージャ州における反転攻勢の攻撃軸の目標はトクマクのさらに南約 60km にあって、アゾフ海に近い要衝の町メリトポリの奪還とされているのだが、ここまでの進撃速度ではこの冬の訪れまでに到達できない可能性の方が高いと見られているんだ。ウクライナ軍がメリトポリ奪還を目指すのは、ロシア本土からドネツク州を経てアゾフ海沿いをヘルソン州までつながる補給路としての陸の回廊を遮断することにあり、このことで2014年にロシアにより一方的に併合されたクリミア半島に駐留している、ロシア軍を兵糧攻めにして弱体化させて撤退を促し、最終的に奪還することにあるってわけ。メリトポリはアゾフ海に面してはいないものの、南にあるアゾフ海まで都市はなく北東のペルジャンシクと南西のクリミア半島をつなぐ幹線道路上にある要衝だよね。ウクライナ軍がメリトポリを奪還しない限り、クリミア半島のロシア軍は半島東端のケルチ海峡にかかる、半島とロシア本土のグラスノダール地方とを結ぶクリミア大橋が攻撃されて通行不能になったとしても、補給路が確保されウクライナ軍の目的は果たされないってわけだな。そのために、一部の西側メディアや軍事専門家は進捗を見る限りではウクライナの反転攻勢作戦は失敗するとしているのであるが、これについてはウクライナ軍がメリトポリに到達できなかったとしても失敗とは言い切れないとする見方もあり、その理由として、ロシア軍が兵站補給路として最も重要としている鉄道がアゾフ海沿岸を通らず、ペルジャンシクから内陸のトクマクに向けて大きく迂回していることが挙げられているぜ。つまり、メリトポリまでウクライナ軍が進出できなくとも、トクマクを奪還することでロシア軍が頼みとしている鉄道を抑えることができ、ヘルソン州南部やクリミア半島への補給の大半を遮断することになるのというのがその理由だな。しかしながら、そのトクマクまでにはまだロシア軍の防衛ラインが残されていて、ウクライナ軍がそれを突破するにはかなりの時間が必要と見られているぜ。ただ、ウクライナ軍にはアメリカから供与された、高機動ロケット砲システムハイマースやイギリスなど北大西洋条約機構NATOから供与された、同じくアメリカ製の M270 の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程距離90グムとされる GPS 誘導タイプのグーディドマルティプルローンチロケットシステム G マースロケット弾 M31 があり、その他にも同じく NATO 諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能な、アメリカ製の長射程 GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどもあり、ロシア軍の榴弾砲やロケット砲の射程の後方から兵站を精密に攻撃することが可能なんだ。ウクライナ軍がザポリージャ州の戦線において、ドイツ製のレオパルトニやイギリス製のチャレンジャーにといった新世代の主力戦車をはじめとする、西側諸国から供与された最新型の歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車などが配備された第47機械化旅団や、第82空中強襲旅団といった新編成の虎の子的な強力な旅団がこの夏、多大な犠牲を払いながらもロボケネ近郊まで進出したことによって、トクマクを走る鉄道路線を砲撃できる射程内で安全な場所を確保したことになり、兵器や弾薬を輸送する列車への攻撃が可能となったことだけでも反転攻勢作戦は成功したとする見方もあるよ。さらにウクライナ軍には、イギリスとフランスが共同開発した。射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG なども、ロシア軍後方の兵站施設や輸送路攻撃に使用できるほか、9月22日にはアメリカのバイデン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領がこれまでその供与を再三再四依頼していた、300km 等長射程を持ち、
ハイマースや M270 などのマースから発射できる地対地ミサイルエイタクムスを供与することが決定されたと報じられたんだ。アメリカ軍が運用しているエイタクムスは 300km もの長い射程を持ち GPS 精密誘導が可能な巡航ミサイルで、正式名称は MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスだね。このエイタクムスは、227mm ロケット弾 M26 と同様に、面制圧用クラスター小爆弾 M74 を多数搭載するタイプと、6から13個の無動力滑空型誘導式小爆弾 BAT によって装甲車両を破壊するタイプがあり、BAT とは発射された後にミサイルの弾から体から切り離されると主翼を展開して飛行し、滑空しながら内蔵されている音響センサーや赤外線センサーなどによって、あらかじめインプットされている目標を捜索して攻撃する誘導式爆弾で、弾頭にはタンデム式成形削薬弾2個の削薬を時間差で爆発させ、1個目で複合装甲を破壊し、2個目が車両の内部に高熱の爆風を起こすが搭載され、戦車などの装甲戦闘車両や防御された軍事施設の破壊に用いられるよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、戦車などの戦闘車両だけでなくロシア軍の後方部核にある兵站施設や、補給路なども攻撃可能なこの 300km 射程の長距離ミサイルの供与を強く望んでいたが、アメリカのバイデン大統領はこのミサイルを提供することでロシアのプーチン大統領が、核兵器の使用に踏み切る可能性を懸念して供与を拒んでいたんだよな。しかしプーチン大統領は、バイデン大統領がロシアを刺激して戦争がエスカレートするとして拒んできた。新型主力戦車の供与決定に対しても、戦車よりもゼレンスキー大統領が供与を切望する。アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンをオランダやデンマークが提供するとの決定に対しても、特段の反応を見せなかったぜ。そしてさらに、射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG の提供についても、プーチン大統領がリアクションを見せなかったため、ついにバイデン大統領はエイタクムスの供与を決め、NATO 諸国の F-16 の供与を承認したってわけだ。このバイデン大統領の弱腰ぶりには各方面から批判が上がり、バイデン大統領の読みの甘さを指摘する声が多いらしい。また、エイタクムスの提供以前にウクライナへ供与される長射程兵器として発表されていた、同じくハイマースなどのマースから発射可能なロケット弾で、射程距離 150km の地上発射型小型爆弾システム GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボムについてはその後続報がないものの、また、西側諸国のメディアや軍事専門家の中で、ウクライナがトクマクを奪還したとしても、ロシア軍は新たにアゾフ海沿岸に鉄道を敷こうとしているとの声が上がっているが、いかにロシアといえどもマリウポリからメリトポリまで海岸沿いの湿地帯が多いおよそ 200km の距離に、鉄道線路を施設するのは容易ではないよ。また、ウクライナにエイタクムスが供与されれば、ウクライナ軍はこれまで以上に安全な場所からメリトポリへの攻撃が可能となり、この先ウクライナ軍がトクマク奪還に手間取ったとしても、いつでもクリミア半島への補給を遮断できることになるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアがウクライナへの侵略を開始してから1年8ヶ月目となった2023年10月6日、イギリス国防省が、ウクライナ軍が6月初旬から開始した反転攻勢の攻撃軸の一つであるウクライナ南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍がこれまでに構築した防衛ラインに対して要塞などを追加することで強化を図っているとする分析結果を明らかにしたよ。そのイギリス国防省が明らかにした分析によると、ウクライナ軍がロボティネを8月に奪還した後、次の攻略目標としているザポリージャ州の交通の要衝トクマクだが、同国防省によるとそのトクマクに向かうルート上にロシア軍が塹壕をコンクリートで強化するなどして要塞化を進めているとしているな。またロボケネに近いオリヒウにおいてもロシア軍が地下にも掘り進められた防御陣地を構築して、それらをつなぐトンネルや塹壕なども掘られていることが確認されたというぜ。
さて今回はロシア軍がザポリージャにおいて持久戦の構えを取っていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロボティネ近郊は8月末頃からウクライナ軍が攻勢を強めて奪還したとされていて、その際にロシア軍が特幕防衛のために築いたとされる30の防衛ラインのうち、一番外側にあたる第1防衛ラインを突破し、ロボティネの西にあるベルボベ付近では第2防衛ラインも突破しようとする勢いを見せていたね。それまでロシア軍の防衛ラインは第1防衛ラインとその外側の地雷原などが頑強に作られていると見られていたが、第2および第3防衛ラインはそれに比べると脆弱なもので、ウクライナ軍の進撃速度が大幅にアップするのではないかと見られていたんだ。しかし、その予想に反してウクライナ軍の進軍の速度は上がらず、今回のロシア軍が強化を進めているとの分析が事実であるとするならば、この先雪のぬかるみを経て冬を迎えることと相まって、さらに進撃速度が低下するのではないかとの見方が出始めているな。今回ロシア軍が新たに構築した防衛線は、第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に構築されたとみられ、この先雨が降り始めて地面がぬかるむまでの間に、ウクライナ軍がそれらを突破して特幕まで到達して奪還できるかが注目を集めているぜ。この戦線においてはこれまで、第2防衛ラインに到達するまでのわずか十数キロメートルを前進するために、ウクライナ軍は4ヶ月の時間を必要としたよ。それは、ロシア軍がこの地域を防衛するための戦力を第1防衛ラインとその外側に配置して頑強に抵抗をしてきたためであり、通常では考えられないほど高密度に地雷が敷き詰められた地雷原を、戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が通過できるようにするための処理に時間を要したためと見られているんだ。ロシア軍は死力を尽くして戦ったけど、陣地に守られて防御している割には戦力を大きく消耗し、ウクライナ軍の前進の速度を遅らせることはできているものの、止めるまでには至っていないね。また、ウクライナ軍がアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された。長射程のロケット弾や榴弾砲弾に空対地ミサイルによって、砲兵陣地や後方兵站施設に補給路を攻撃されたことによって、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを多数破壊され、弾薬の補給を断たれたことによってウクライナ軍への砲撃が大きく減少しているぜ。その一方でウクライナ軍は、アメリカから供与されたクラスター弾をロシア軍の防御陣地の塹壕攻撃に使いその効果が出ているほか、バイデン大統領がウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領との会談によって、ウクライナ軍においてロシア軍の後方兵站を狙う長距離射撃を実施している、高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程距離 300km とされる、地対地ミサイルアーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスの提供を決断したとの旨の発表があったな。ウクライナ軍はこれまで MLRS から発射する GPS 誘導の長射程ロケット弾 M31 などによってロシア軍の後方兵站を攻撃してきたが、これらの G マース射程 90km であり後方への攻撃に猶予したロシア軍が弾薬庫などの施設をより後方に設置するなどの対策を取ったため、攻撃の効果が薄れていたんだ。それが射程 300km のエイタクムス兵器の供与により、ウクライナ軍はより後方まで場合によってはロシア本土深く攻撃することが可能となるため、ロシア軍の兵站がさらに混乱して弾薬などが欠乏することが想定され、ウクライナ軍の進撃速度はさらに速くなる可能性が高くなると見られているみたい。今回の反転攻勢におけるザポリージャ州の攻撃軸に投入された部隊の最終的な目標は特幕ではなく、さらにその南にあってアゾフ海に近い要衝であるメリトポリの奪還であるというのは周知の事実だよね。ロボティネを奪還したウクライナ軍は、NATO 諸国から供与されたドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャーになどの新型戦車や、ドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装甲兵員輸送車などが配備されたウクライナ空中機動軍空挺軍の第82独立空中強襲旅団と第46独立空中強襲旅団に加えて、
ウクライナ陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団であるが、同軍団がここからどのように進撃していくかが注目されているんだ。第9軍団がメリトポリを目指すには大きく分けて3つの進撃ルートが考えられるな。まず1つはロボティネの西、ベルボベを奪還してそこを足がかりにしつつ第3防衛ラインを目指すルートで、今回増築されたと言われている第 2.5 のラインがどこに構築されたから不明ながらも、おそらくはそれを迂回しつつ第3防衛ラインに迫る最短ルートとされ、現在第9軍団がベルボベ方面に注力していることからもこのルートを取る可能性が高いと見られているぜ。二つ目のルートはロボケネからその南のノボプロコピフカを奪還して、その後方にある第2防衛ラインを破った上でさらに東に方向を変えて進撃し、トクマクを迂回してメリトポリに到達するルートであるが、この場合ロシア軍の防御陣地や部隊配置が薄い箇所を通過してメリトポリに早く到達できる可能性があるものの、トクマクを中心に展開しているロシア軍部隊やヘルソン州に展開しているロシア軍などから脇腹を突かれ補給路を断たれる恐れがあるらしい。そして三つ目のルートはロボケネからノボプロコピフカを経て、幹線道路 T408 沿いに南下し、第2防衛ラインと第3防衛ラインを正面突破してトクマクを奪還するもので、ロシア軍が防備を固めていることで注目を集めているトクマクを奪還したという宣伝効果は期待できるものの、塹壕に立てこもって待ち構えているロシア軍を排除するにはかなりの時間を費やすことと、ウクライナ軍にも多大な損害が生じる可能性を否定できず、トクマクを奪還したとしてもその先の本来の目標であるメリトポリの奪還は年内には不可能となるだろうと見られているな。このように考えるとウクライナ軍第9軍団は、ベルボベからロシア軍の防衛ラインを迂回しつつトクマクの西を迂回して、アゾフ海に出てメリトポリ奪還を目指すルートを取る可能性が高いとの見方が出ており、その北方のドネツク州の南においてウクライナ海軍歩兵4個旅団がベルジャンシクを目指して進軍していることと考え合わせると、迂回したトクマクに対してはこもっているロシア軍が動けない程度の兵力を残して退治させておき、一気にメリトポリを奪還することでロシア本土からアゾフ海沿いにドネツク州ザポリージャ州ヘルソン州を経てクリミア半島につながる、いわゆる陸の回廊を遮断してクリミア半島のロシア軍を孤立させる計画を、ウクライナ軍が2023年内に達成することが可能になるとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月4日未明、ウクライナ保安局 SBU のドローンが、ウクライナ北部と国境を接しているロシアのベルゴロド州に配備されている、ロシア軍最新鋭の長距離地対空防空システム S-400 を破壊したことがアメリカの CNN によって明らかにされたよ。この爆発に関連すると見られる動画がロシア側で公開されていて、S-400 が配備されていたと見られる地点において20回ほどの爆発が発生している様子や、近隣の集落で停電が起こっていることが示されているというが、この停電が爆発によって発生したものかあるいは、ロシア側がドローン攻撃を避けるために自ら停電としたものかは明確にされていないらしいな。さて今回はロシアの防空システムがウクライナのドローンを破壊した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナは2014年からロシアによって一方的に併合されているクリミア半島においても、ロシア軍がセバストポリのロシア海軍黒海艦隊の基地近くに配備した S-400 2機を破壊しているよ。S-400 はトリウムフロシア語で大勝利を意味すると名付けられ、モスクワにあるアルマーズ設計局2009年にアルマーズ安定設計局に名称変更によって、それまでの S-300 対空ミサイルシステムの後継機種として開発された長距離地対空ミサイルシステムで、対空ミサイル4連装の発射機が搭載された10輪のトレーラーによって自走し、多目標同時光線能力を持つ多機能レーダーなど5種類の車両によって1機のユニットを構成するんだ。ロシア軍においては当初2001年から配備が開始される予定であったが、試験中に事故が発生しその対応のために計画が2004年2月まで時間を要したために、
配備の開始は2007年4月からとなっており、これまでに2015年の段階で152機が生産済みであることが確認されているぜ。防空ミサイルシステムとしての性能においては従来の S-300 をはるかに凌駕するとされ、アメリカの地対空ミサイルパトリオットと比べても少なくとも倍の有効射程を持ち、多目標同時光線能力においては 400km 先を飛翔する6個の目標を同時に処理する能力を有しているとされているほか、高い次元の対ステルス戦能力を有しているとも言われているな。S-400 で運用される地対空ミサイルは旧 M96 系列に 48N6 系列及び 40N6 という3種類があり、その他 S-300 シリーズ用のミサイルも発射することが可能とされているね。旧 M96 系列は短中距離用地対空ミサイルとしてそもそもは S-300PMU2 用に開発されたもので、限定的ながら弾道ミサイルへの対処能力があるとされ、旧 M96A1 と旧 M96A2 があり、旧 M96A1 は重量 333kg で射程は 40km、旧 M96A2 は重量 420kg で射程 120km とされ、小型であるために 48N6 用の発射機に旧 M96 なら4発が装填できるんだ。旧 M96 はアメリカのパトリオット地対空ミサイル PAC-3 との類似点が多いとされ、ミサイル本体にサイドスラスターが装備されており、目標突入時にはサイドスラスターを噴射することによって弾からだの方向を直接制御するモードを備えているよ。48N6 系列のミサイルは中長距離用で、40N6 は超長長距離用で、水平線の向こう側の飛翔体を攻撃する超水平線 OTH 攻撃が可能なセンサーとデータリンクシステムが搭載されていて、航空機や巡航ミサイルのみならず弾道ミサイルの迎撃が可能とされているみたい。ロシア軍はこの S-400 を、ウクライナ侵略を開始する2022年2月24日以前にクリミア半島に5機配備していたのであるが、そのうちの2機を破壊されたぜ。2023年8月23日にクリミア半島北西部のタルクハンクト岬に配備されていた S-400 が破壊され、そしてさらに9月14日にタルクハンクト岬から約 58km 南にあるエフパトリアに配備されていた S-400 も攻撃を受けて破壊され、このどちらの攻撃にも使用されたのはウクライナが独自に開発した地上発射型の対艦巡航ミサイルネプチューンの最新型が使用されたことが報じられているよ。R-360 ネプチューンは、旧ソ連製のクフ35艦対艦ミサイルをもとにウクライナの国家キーウ設計局ルーチが、地対艦巡航ミサイルとして開発した地対艦巡航ミサイルで、ウクライナ海軍が運用しているね。ウクライナ侵略戦争が始まってからすぐの2022年4月13日に黒海海上においてウクライナ海軍が、ロシア海軍黒海艦隊の旗艦であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワに対して2発のネプチューンで攻撃を加え、撃沈したことで一躍有名となっていたんだ。このネプチューンを発射するための RK-360MC 沿岸防衛システムは、ネプチューンが4連装された USPU-360 発射機を搭載したトラック1台に、DZM-360 ミサイル輸送再装填車 RCP-360 式統制車特殊貨物車などによって構成され、このシステムは、海岸線から 25km までの内陸からでも運用できるように設計されているとされているよ。ネプチューンの全長はロケットモーターを含めて 5.05m、重量は 870kg、 弾頭重量は 150kg で、内蔵されている充実翼で方向変換しながら最大射程約 300km を飛行するぜ。これを開発したルーチ設計局では、対艦ミサイルでありながら地上攻撃が可能となる GPS 誘導のレーダーシーカー目標捜索装置を、開発段階からネプチューンに組み込んでいたわけだ。目標が利用できる遮蔽物のない海上における水上船舶への攻撃は、レーダー信号を捉えるだけで目標を認識することが可能であるため、ミサイル本体にはレーダーシーカーを搭載するだけで十分であるが、これに対し、地上の標的においては山などの起伏や建物や木々などに囲まれているため、レーダーシーカーだけでは目標を正確に捕捉することができないのであるが、レーダー誘導ミサイルに GPS を搭載すれば、
雑な地形を識別してミサイルを誘導できるらしい。ネプチューンはあらかじめインプットされた GPS 座標へ誘導された後、その座標地点に到達するとミサイル本体内のレーダーがやはりあらかじめインプットされている地形形状を元に攻撃するべき目標を探し、地上攻撃用に追加されたと見られている赤外線シーカーによって正確に目標に突入することができるってわけだね。そのネプチューンが、ロシア軍が配備した S-400 の位置を正確に捕捉して攻撃することは理解できるとしても、弾頭ミサイルをも撃墜することが可能とされている S-400 の性能が、伝えられている通りに防空ミサイルシステムとして最高のものであるならば、それによってネプチューンを迎撃することはたやすいと考えられるんだ。西側諸国のシンクタンクなどでは、なぜロシア最高の地対空ミサイルシステムとされている S-400 がネプチューンを迎撃できずに、破壊されてしまったかについて分析を進めていて、アメリカのシンクタンクである戦争研究所では、現在ウクライナに展開しているロシア軍においては対空レーダーと地対空ミサイルの、相互支援ネットワークが崩壊している可能性が高いとして、クリミア半島に配備されているロシア軍の S-400 のシステムそのものの連携がうまくいっていないか、あるいはその他に設置された対空レーダーなどが捉えたネプチューン発射のデータが届いていないなどの理由によって、その性能が発揮されていない可能性があると指摘しているな。もしこのことが事実であるとするならば、ロシア軍がまだ国内に保管しているであろう S-400 をクリミア半島に改めて配備したとしても、ロシア軍がクリミア半島における相互支援ネットワークを再構築しない限りにおいては、それもまた破壊される可能性が高いことを示したぜ。クリミア半島のロシア軍がもはや、ウクライナ軍が発射する巡航ミサイルに対抗する術がないことは、ウクライナ軍がイギリスとフランスから供与された長射程の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG によって、9月22日にセバストポリにある黒海艦隊司令部を攻撃して破壊し、黒海艦隊司令官を含む高官を殺害したことで明らかにされ、この先クリミア半島へのウクライナ軍によるミサイル攻撃がさらに激しくなることが予想されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略戦争は勃発以降1年7ヶ月が経過したよね。その間に両国が展開してきた様々な戦闘はこれまでの戦争の常識が通用しないほどの大きな変化を見せているな。そうだね。さて今回はウクライナ軍に撃墜されるロシア軍のドローンが激増している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開戦前、多くの軍事専門家たちは近代における地上戦では航空優勢の確保が必須として、ウクライナ空軍に比べて圧倒的な戦力を誇るロシア空軍の存在によって、ロシアがウクライナに侵略すればごく短時間で首都キーウだけでなくウクライナ全土を占領すると見ていたのであるが、その圧倒的な戦力差から油断をしたのかロシア軍は航空優勢の確保をおざなりにして地上軍を首都キーウに突撃させたんだ。その結果、ロシア軍地上部隊は首都キーウの近郊まで攻め込んだものの、ウクライナ軍の抵抗と雪解けのぬかるみによって大きな損害を出して撤退せざるを得なくなったのであるが、その際にロシア軍に損失を強いたのが無人航空機 UAV であるドローンだね。航空機による味方の地上部隊の支援や敵地上部隊への攻撃が期待できないウクライナ軍は、ドローンによる敵地上部隊への攻撃を選択し、特にトルコ製のバイラクタル TB には大きな戦果を上げ、ウクライナ国内ではバイラクタルを称える歌が作られるなど大きな話題となったよな。軍事用ドローンはそれまでのイエメン、シリア、ナゴルノカラバフなどの紛争や戦争の戦場において広く使われるようになっていたが、それが運用されるのは主に敵上の偵察や榴弾砲などの着弾の確認などで、目標に対して自爆攻撃を仕掛けるような使われ方はなされておらず、ウクライナ軍の運用もバイラクタル TB2 に爆弾などを搭載してそれらを発射した後、ドローンそのものは帰還させて何度も使用していたぜ。そのためにドローンは精密部品などをたくさん使って作られる高額なものであり、
その損失をできるだけ避けるような運用をされていたよね。それがこの侵略戦争では、安価なドローンに爆薬を搭載してそのまま戦車などの目標に突入させる、いわゆる自爆攻撃型ドローンが登場するんだ。これらには民生用として販売されているドローンをそのまま使うこともあり、安価であるために惜しげもなく同時に大量に攻撃する飽和攻撃が可能となったってわけだ。そのことに気づいたロシア軍は、西側諸国の精密部品を多く使用している自国製ドローンが経済制裁によって部品が入手できず生産量が低下したこともあり、イラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136を大量に購入して、ウクライナ各都市に対する民間施設やインフラなどへの無差別攻撃に使用したよ。車ヘド136は首都キーウをはじめとするウクライナ各都市をこのドローンによる攻撃と巡航ミサイルの攻撃から守るために、アメリカを含む北大西洋条約機構NATO諸国に対して、地対空ミサイルシステムなどの防空兵器の提供を要請し、様々な防空ミサイルシステムの供与を受けて各都市に配備してきたよ。防空ミサイルシステムのほか、ドイツ製の防空戦車ゲパルトなどの防空車両の供与を受けたウクライナは、開戦以来多数のロシア軍ドローンを撃墜しているとみられ、とある日本の著述家を名乗る人物によると、この1年7ヶ月の間でウクライナ軍は4900機のドローンを撃墜したとしているね。しかしながらこの数字はウクライナ側が発表した数値を積算したものであり、戦果報告にはかなりの誤認や水増しが生じることから、この著述家なる人物の主張を否定する声がインターネット上で多く上がっているぜ。この戦争におけるドローンの重要性に着目しているウクライナ軍は数量確保の必要性も認識し、自分のドローンの開発と増産を進め、ドローン部隊の創設を目的としたクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げて資金を集め、ドローンの製造からドローンの操縦パイロット訓練までを網羅する国家計画に発展させたってわけだ。軍用機器調達を担当しているウクライナ軍のシチホル准将は、これまでにウクライナが様々な民生用ドローン1ヨロズ5000機以上を購入したと述べた上で、ウクライナ国防省経由で今後さらに多くのドローンを調達する計画があり、それには西側諸国からの援助や他国民からの善意の寄付などもあるというよ。これまでにウクライナが戦場で使用したドローンの総数は不明だが、同準将は今年の目標は、20万機以上の攻撃用ドローンと大型偵察用ドローンを購入することで、この先も市場でありったけのドローンを購入すると語ったんだ。ウクライナはロシアの空爆の脅威がある中においても、ウクライナ全土でドローンの製造が行われているとされ、製造業者に対しては工場などを1箇所に集約させずに作業場を分散させ、防空壕を使用するよう指示したというしね。このやり方についてはこれらの対策が功を奏して全ての製造業者がドローン製造作業を続けており、ミサイルによってたまに爆撃されることはあるが、大した規模ではないと関係者が語っているみたい。これまでにウクライナ軍が調達したドローンの 80% 以上はウクライナ製で、それらはウクライナ国内で組み立てられているとされているぜ。また、ドローンは航空や水上のみならず水中を航行するタイプの開発も進められているな。2023年9月6日、ウクライナの複数の SNS アカウントから、ウクライナが開発を進めているとされていた新型水中自爆攻撃型無人機、アンマンドアンダーウォータービークル UUV マリチカマリチカの動画が公開されたよ。その動画によると、マリチカは全長6メートルの大きさで、その航続距離は約1000キロメートルとされる黒色の無人水中潜航体 UAV で、攻撃輸送偵察のいずれの任務も実行できるとされているが、その性能やドローンの運搬能力などについての詳細は現時点では不明だね。ウクライナのマスメディアによると、マリチカはウクライナのエンジニアたちが作成した自作システムで、製造するための推定コストは約16万 UAH、つまり433ヨロズ約6500万円に相当すると言われているマリチカはこの先、初期作戦能力を獲得した後、ロシア国会艦隊の施設やロシアの重要なインフラ施設や機関を破壊する作戦に使用されることが期待されているね。そのため、ウクライナ軍がマリチカを自爆攻撃に使用する可能性が低いと見られているが、
ロシアの黒海艦隊としては脅威であることに違いはないぜ。ウクライナ軍は黒海でロシア海軍黒海艦隊の艦艇に対して自爆攻撃型の水上ドローンを使用して、これまでにない新たな海戦の様式を呈し、2022年秋以降のウクライナ軍による様々な形でのドローン攻撃はロシアの黒海艦隊に衝撃を与えたよな。この攻撃に対してロシア軍は偵察やウクライナ軍のドローンに対するハードキル対策の強化など、自爆攻撃型の水上ドローンに対するいくつかの対策を講じてきたが、黒海艦隊の大型揚陸艦やタンカーに対して実施された最近の攻撃は、これらの対策がロシアの艦艇や施設の安全を確保するには不十分なことを証明しているぜ。水中ドローンマリチカは、現在のロシア軍の監視システムでは探知ができないため、黒海艦隊の艦艇や海軍基地施設、それにクリミア大橋などの橋梁にすでに大きな危険をもたらしており、マリチカがどれだけの量の爆発物を搭載できるかの性能については不明であるものの、その大きさから考えるとクリミア大橋の橋梁の橋桁を破壊することができるほどの爆薬の搭載が可能であろうと推測されているね。さらに、マリチカは水上を航行する艦艇を攻撃して、大型揚陸艦やフリゲートなどの戦闘艦にさらに壊滅的な被害をもたらす可能性があるとされ、この自爆攻撃型水中ドローンが群れになって押し寄せた場合に、防御は不可能に近いほど困難であることが予想され、ウクライナ軍としてはこの侵略戦争の行き着く先を自分の勝利につなげるべく、マリチカの有効性を立証するためのテストを実施して開発を急ぐものとみられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。